傷はついてるけど壊されたってほどじゃないわね。これくらいなら問題なさそうですね。ええ、後でリュウタに直させましょ。本当に始めるんですね、世界征服。何よ本当にって、冗談だと思ってたの？そういうわけじゃないですけど、あまりに突拍子のない話でしたから。まあ見てなさい、世界なんてあっという間に征服してみせるわ。この世界に存在するものは全て私、絶対神シュシュ様のものなんだから。出ましたね、シュシュの自称接待神が。自称って言うな、私は正真正銘本物の絶対神なの。はいはい、まあシュシュには頑張ってもらわないと私も困るんですけどね。世界征服の片棒を担ぐなんてとんでもなく悪いことですから、やり遂げたらきっと。アルティスも変わってるわよね、天使のくせに悪いことがしたいなんて。天使じゃありません、悪魔です、とっても悪い悪魔なんです。出た出た、アルティスの自称悪魔。そんな姿で悪魔って言われてもね。ですから何回も説明したじゃないですか、悪いことしようとしても失敗ばかりして、結果いいことばっかりしちゃったから無理やり転生させられてしまって。はいはい、そういう方にしといてあげるわ。もういいです、世界征服が終わって悪魔に戻った私の姿を見てせいぜい驚いてください。楽しみにしてるわ。シュシュ様到着しますよ。お、やっと着くのね。いよいよ始まるわよ。はい、いよいよ始まりますね。世界征服の最初のターゲット、日妖怪、サクッといただいちゃうんだから。も魔王もみんなまとめて私の下僕。ちゃんとした地面踏めた。私もです、地獄を追い出されて以来ずっと宇宙に浮いてましたし。私はいつ以来かな、何百年ぶり、いや何千年ぶりって気分がするわ。そんな大げさな、でもなかなか綺麗なとこっすね、日妖怪って。うんうん、いかにもファンタジーって感じ、気に入ったわ。私が最初に支配するにふさわしい世界ね。じゃあ行きましょうか。 G キャッスルはここに止めときますね。置いてっちゃうんですか、乗って移動した方が楽なのに。それは目立ちすぎるっていうか、よその世界で堂々とこの船を乗り回すといろいろ立場的なものが。いいじゃない、自分の足で歩いた方がこの世界をじっくり味わえるし、そっちの方が楽しいわよ。としては少しでも早く世界を征服してほしいんですけど。慌てなくてもちゃんとやるって。ほら行きましょう。
動開始っすね。
のペースで行けばあっという間よね。シュシュ？シュシュ様？あ、どうしたの？二人して変な顔して。一応聞いておきますけど、シュシュが世界を征服する方法って決まってるじゃない。この世界の生き物を全部下僕にするの。そしたらこの世界は私のものでしょ。いやいやいや、いくらなんでも無茶っすよ。この世界にどれだけ生き物がいると思ってるんすか。え、そんなにいっぱいいるものなの？世間知らずの子だとは思ってましたけど、ここまでとは。物知らずなご主人様だとは思ってたっすけど、ここまでとは。何よ、かわいそうな子を見るような目で見ないでよ。だったらどうすればいいってのよ。そこまで言うってことはちゃんといいアイデアがあるんでしょうね。それは考えてなかったですけど、シュシュがちゃんと考えているとばかり。二人ともしょうがないっすね。いいですか、シュシュ様の能力は何でも下僕にしちゃう能力です。この能力で世界を征服するにはズバリこの世界で一番強いやつを下僕にすればいいんすよ。そしたら世界を征服したも同然でしょ。お、なるほど、すごい、リュウトがまともなこと言ってる。そういうものなんでしょうか。強引な理屈の気もしますけど。そういうものっす、気にしたら負けっすよ。あー、でもさ、誰が一番強いとかなんてわかるの？それだって全員と戦ってみなくちゃわかんなくない？それは問題ないっす。どの世界にだって勇者と魔王がいるはずっすから、そいつらが一番強いに決まってますよ。ああ、そういえばそうでしたね。勇者、魔王、あ、さっき船で攻撃してきたやつ。ええ、そいつが魔王っすね。魔王ってのは簡単に言うと世界を支配しようとしてるやつっす。何よそれ、私とキャラが被るじゃない。シュシュと違って魔王は自分の世界にしか興味がないんですよ。しかも大体勇者に邪魔をされちゃいますし。そう、勇者の方は正義の味方で魔王を倒して世界を救う役目があるっす。めちゃくちゃかっこいい職業でみんなの憧れの的なんですよ。それは持ち上げすぎじゃないですか。そしてなんと、何を隠そう、実は僕こそ。よし、わかった。つまりその勇者と魔王を下僕にすればいいってことね。まあそうなんすけど、魔王は悪いやつっすからね。勇者と協力して倒しちゃっても。悪いやつなら私の方がよっぽどめちゃくちゃすごく悪いやつだもん。そうです、シュシュには世界一悪い子になってもらわないと。はあ、まあシュシュ様がそう言うなら。さあと決まれば早速その二人を探しに行くわよ。この世界は勇者でも魔王でもなく私のものなんだから。帰るかな。戦闘開始っすね。ピュッ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 。シュシュ様。
ぴゅん。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 Yeah!
働きそうだ。やりーっす。珍しいとこに着きましたね。適当な人を捕まえて勇者と魔王の居場所を聞き出すわよ。そう簡単には見つからないっすよ。ゆっくり地道に探さないと。壺ぶん投げてるけど。ああ、きっと危ない人ですよ。近づかない方がいいです。あ、家の中に入ってった。とか引き出し漁り出したわよ。ただの危ない人じゃないです。犯罪者ですよ、犯罪者。嫌なもの見ちゃった。おかしな人間もいるのね。悪いことするのはいいですけど、あの人は気持ち悪いです。壺の破片も散らかしっぱなしだし、危ないわね。誰か怪我したらとか考えないのかしら。家の人も黙ってされるがままでしたね。きっと近づいたら危険だって思ったんでしょうね。あれ、勇者です。え？だから、あれが勇者です。多分。え？嘘でしょ？勇者ってかっこよくてみんなの憧れだって言ってたじゃない。いや、それは本当っす。嘘じゃないっす。ただ、勇者には壺を見たら割りたくなったり、タンスを見たら開けたくなる性癖があって。意味わかんないわよ。どういう性癖よ。まあ、とりあえず目的の一人は見つかったわけですし。あれを下僕にするのやだな。そう言わないでください。気持ちはわかりますけど、これも世界征服のためですよ。ほら、さっきの勇者です。やっぱり気が進まないんだけど。ダメです。観念してちゃちゃっと下僕にしてください。あ、待ってください。勇者の他にも誰かいるみたい。え、あ、本当だ。何度言えばわかる、シャンディ。俺のことは勇者様と呼べ。すみませんではなくて、何故私がこのような格好を。防御力は高いぞ。何の不満がある。ですから恥ずかしいと言ってるんです。お願いですから普通の服を着させてください。却下だ。パーティーメンバーの装備を変える権利は勇者である俺にある。私はパーティーメンバーじゃありません。もうお城に帰らせてください。もう
さかあれも勇者の性癖ってんじゃないでしょうね。見すぎ なんて危ない。外で鼻血はみっともないですよ。だーもう見てらんない。ちょっとあんた、なんだお前は。あんたじゃないわよ。女の子を水着にして連れ回すなんて何考えてんのよ。あんまり見ないでください。俺は勇者として当たり前の行動をしているだけだが。そんな当たり前あってたまるか。ああそういうことか。つまりお前も水着を着たいんだな。は？少し待て。予備の水着ならいくらでもある。すぐにサイズに合いそうなのを探して。いらないわよ。なんで私が水着になんなきゃいけないのよ。違うのか。ならお前に用はない。消えろ。用があるのは私の方よ。もうあのシュシュが押され気味ですよ。さすがは勇者、一筋縄じゃいかないっすね。今すぐ下僕にしてやる。何かしたのか。引かない。あんたこの私に燃えないの。意味がわかる。いつまでも付き合ってられるな。行くぞシャンビ。一瞬で城に帰還する呪文。な、こら、待て。ただの変態かと思いましたけど、さすがは勇者ですね。シュシュの下僕化が効かないなんて。たまたま失敗しただけよ。こうなったら意地でも下僕にしてやるんだから。